あ、どうもひでチャンネルひでかずです。先日、こちらの二枚刃を使ったんですけど、これがね本当にものすごい作業性が良くて、いやこんなにいい刃はないなって思うぐらい素晴らしい刃でした。ただこの刃をこう使っていたんですけども、いろいろこうコメントをいただいて、そのコメントを見てから、いやこれねすごくそのいい刃なんですけど、それにも増してリスク、ちょっと危険性もある刃だなっていうのも分かったので、その辺も含めて今日はお話ししていけたらと思います。ただね、すんごくこの前使った時にはこの刃は衝撃的でした。それくらい素晴らしいというか、すごい切れ味も良くて作業性も良くて、なんて素晴らしい刃なんだっていうふうに思いました。今回は二枚刃の注意点、そういったところをちょっとお話ししていきたいんですけど、まずこの二枚刃は反動がものすごい大きいなっていうふうに思いました。具体的に言うと、前回土をこう噛んだんですけど、土を噛んだ際に結構キックバックがボンとしたんですよね。チップソーも土噛んだらいくらかはキックバックするんですけど、それ以上にガンっていう反動があったので、いやこれはちょっとね反動の大きい代物だなっていうふうに思いました。そういう反動が大きいということは、前回背負い式のこうループハンドルで行っていたんですけど、これってこうあんまり良くないですよね。ループハンドルってその手元の操作で、自由にこう操作できるんですけど、それがメリットですけど、それがこう刃がもしかしたら足元にガンってくるかもしれないんですよね。そういう危険性もあるので、この2枚刃は反動が大きい分、そういうのもあるので、ちょっとね今後は U 字ハンドル、こちらの方を使っていきたいなっていうふうに思ってます。U 字ハンドルだとこうね、竿をこう両手で固定しているので、足元にはこう来にくいっていう特性がありますよね。そういった意味でもやっぱり U 字ハンドルがベストかなっていうふうに思いました。あとはそういう反動がちょっと大きいっていう代物ですので、基本的に高い位置で草を刈る、鷹狩りが推奨されると思います。石に当たったり、あと地面を噛んだりするとものすごいやっぱり衝撃がありますので、高い位置でこうザク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 刈っていくようなイメージ、それでやると安全に刈れるのかなっていうふうには思ってます。主に私はもう自分の家の管理された耕作放棄地をメインに使っていきたいと思います。まずはその人手が来ないっていうところがいいですよね。万が一刃が何かに当たってビョーンってその石とかが飛ばしたらえらいごっちゃになるので、もう本当そういう耕作放棄地がいいのかなっていうふうに思いました。あとは自分がもう管理ずっとしているので、石ころなんかもほとんどない、やっぱり熟知した場所、そういうところもポイントなのかなっていうふうに思いました。あとはそうですね、長い草だとか、ちょっと雑木というかその細いものまでも全部これ多分ザクザク切れるんですけど、あえてやっぱりそういうところは私はちょっとやめようかなと思います。反動が大きいですので。なのでやっぱりその耕作放棄地の管理された低い草ですよね、柔らかい、ああいったところでこう高い位置で刈って、刈っていけたらなっていうふうに思います。そういう怖さも感じたので、やっぱり自分のその身の丈に合ったようなその草刈りの仕方をしていきたいなっていうふうに思いました。あとはそのコメントをいただいて本当ありがとうございます。あの2枚刃ってやっぱり衝撃が強くて、その何かの障害物に当たるとそのボーンとその刃ごと飛んでいったり、刃が割れたりするよって、でそれがもしかしたら刺さったりだとか、そういうふうにもあるので非常に危険だよっていうご意見もいただきました。わあ、なんかちょっと怖いなっていうふうに思ったので、私いつもこういう防護面というか、ヘルメットとかそういうのもしてますし、必ずこうもちろん長袖長ズボンですかね、そういった格好もしてるんですけど、やっぱりつま先に鉄芯が入ったものであったり、あとはそのすね当てですね、これも今回購入したんですけど、そういったちょっとちゃんとしたやっぱり装備を整えてやるのが一番かなっていうふうに思いました。その辺はねこれからも安全にこう守りたいと思うので、遵守していけたらなというふうに思ってます。あとはなんかその狩り場がその障害物に当たるとボルトがちょっと緩んでしまうっていう現象もあるようなので、指導というか狩る際にはこうボルトの緩みだとか、そういったのも確認していきたいと思います。あとあの2枚刃っていろいろこうバリエーションがあるんですよね。25cc 以下だったら230mm、あと25cc 以上、30cc 未満だったら 255mm ですかね。30cc 以上だったら 305mm の刃でいいと思うんですけど、
ちょっとこの前ね、26cc だったんですけど、ちょっと305ミリの刃をちょっと使ってたっていうこともあったので、やっぱりちゃんとね、今回はU 字ハンドルちょっと 23cc だったので、今回はこの230ミリの刃、ちょっとこちらをあと使っていきたいと思います。これね、買ってみたんですよ。異様に軽い。ちっちゃくて可愛いんですけど。これね、ほんと軽々しく触れるんじゃないのかなっていうふうには思ってます。まあそういう刃でしたね。まあ今までちょっとこのリスクというか、その危険とか注意点のところをこう上げていたんですけど、やっぱりこの2枚刃の優れているところなんですけど、3つあると思います。まず1つ目なんですけども、ずっとこう買っていって、そのままこう折り返して往復で枯れるっていうことですね。チップソーだったらこう草が左に全部こんもりこんもりしていくので、その行ってまた折り返すと、そのこんもりしたところをまたこう刈るっていう、重いんですよね。その草をこうなぎ払う、さらにこう持ってる草をなぎ払うっていうんですかね。そういったのがこれはないですね。粉砕しながら刈れるので、寄ってる左側の草も粉砕されますし、また刈りながらも粉砕していくので、そういった意味ではこれすごく良かったですね。あとその2つ目なんですけど、そのナイロンコードよりもものすごく切れ味がいいですよね。特に今も秋にこう向かっていってるので、草もだんだん硬くなってきてるので、まあ、ナイロンコードだとなかなかね、ちょっと刈りにくいとか、その難しい部分もあったりするんですけど、これだとこうザクザク刈れるっていう意味で、切れ味っていうところでもすごくいいですよね。で3つ目なんですけど、これ研いで使えるっていうところが便利ですよね。いやー、この刃1000円ぐらいですけど、研いで使ったらこうずっと使えるっていうメリットすごくいいですよね。これ経済的ですし、あと研ぐ面もここっていうんですか、この刃の面がすごく研ぎやすく、自分みたいなこう初心者にも多分研ぎやすいと思うので、これからちょっと研いでいきたいとは思うんですけど、そういった面でもこれすごくこう楽に研げますし、経済的だなっていうふうに思います。あと刃自体、ここの表面の刃もあるんですけど、裏返してもまた使えるっていうことで、これ1回研いじゃったら裏表も使えるってことは結構長く使えるんだなっていうふうに思ってます。まあもちろんでも切れ味悪くなったら、まあすぐにこう交換とは思うんですけど、いやーね、これ本当にいいなっていうふうに思います。もうちょっとね、やっぱり長く使ってみないとこの刃さらにこう良さがわからないので、もっと使っていけたらなっていうふうに思ってます。さあ、それでは今回この2枚刃を使って買っていきたいと思います。それではどうぞ。